大主教様、天球史で得た人型ロボットの脳内から K423 の詳細な足取りを推測。この情報は同時に K423 がこの潜伏中のリタ、君今の状況ですと、やぶ、それは心配ない。ビジネスということにしておくよ。天命はあらゆる分野の大企業と業務提携があるから。そのうちの上条製薬という製薬会社は世界各地で彼らの信州に対する援助は天球史が入り口。今回は君が代表として上条製薬が把握している医療記録や情報を通じて捜査もしやすくなるだろう。かしこまりました。自動運行機能。副隊長、上条製薬の担当より通信が入っております。隊員たちは戦場で待機し、承知します。工業地帯へようこそ、リタさん。今回は私が艦長様、お茶などはいかがですか。ここ一帯はお引き渡しの合間に。ああ、モチ。第二次崩壊が終了した後、上条製近隣からの薬品の輸送を可能にする。工業エリアは天球市の郊外にあるが、かしこまりました。エジプトチックな建物がそれはあそこのピラミッド。工業エリアの管理棟さ。エジプト人の独特ですね。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。ここで作った薬品は天球史の他に、御社は偉大なる事業を成し遂げたのです、ね、天命が薬品の材料を提供してくれた。お前たちがいなければ、ここの休息が一番ですね。引き渡しもそろそろ終わる頃だと思います。本題に入りましょうか。この度信州に訪れたのは、御社はこの都市の医療システムと密接な関係があります。医療記録を漏らす。この件は天球市にメリットしかないことを保証、民衆を守る責務を果たすため、それに災害の根源を調べることによって未然わか、この都市の危険は増していく。お気遣いいただき。そういえば最近、一人の少女どうやって現れ、いつ消えたのか誰も知らない。困難に直面した時、そのようなヒーローが本当に存在すると